皆さん、こんにちは。こんにちは石井秀俊です妻のヨコです。ということで、今回も皆さんに重要なお話とお情報共有をしていきたいと思っております。早速、石井秀俊さん。ああそうですか前のです、ね、動画でご覧になったと思いますけど、ロシア語、ロシア語っていうのはあの言葉のロシア語じゃなくて、ロシアの後との方の、うん、ロシア語の自由な民族フォーラム。 えー、というのが8月1日と2日に開かれました、えー、事前に動画でですね、えー、ご紹介してましたのでまだご覧になってない方はですね、えー、ぜひご覧になってください、うんえー、それと2日間行われたんですけど2日とも私いろいろ話したんですが2日目のスピーチをしたものが、まあ、8分ぐらいかな89分ぐらいの英語のスピーチなんですけど日本語の字幕をつけたものが 同じこのチャンネルで公開してますので、えー、ぜひご覧になってください、えーと。見らずに批判することはしないでください。<laughs> えー、何をしゃべったかですね。<で><で>石井秀俊がイベントで英語,英語でスピーチしてきました。1日目は日本語でしたけど、2日目は英語でスピーチをしました。まずそれを見せてみましょうか。はい。ということで、えー、前の動画がですね、この ロシアが41に分裂と、ロシア語の自由な民族フォーラムとはっていうやつですね。の、うん、で、こっちがあ最新のやつがこの英語動画、うん、あロシア語ってか、えー、字幕付き英語演説と、うんまあ、ね,演説かねまか、あ、スピーチというか、ね、まあですね私はちなみにモデレーターでした。急遽ね、なんかやることになって。えーはい でまあこれについて、えー、これまああのいろいろとですね新聞とテレビテレビもかなり出ましたで我々もかなりテレビに映ってましたし、うんえー、いろんな方がツイッターとかフェイスブック出してる写真の中に紛れて映ってて、うん、ああとみたいなね <laughs> いうのもとネット上飛び交ってましたけど、えー、それについてですね話をしていきたいと思います、はい、で相当なインパクトがありましたで、えー、まあ日本国内で言うとお 少なくとも私が知ってるだけでも NHK、えー、それから、なんだろう、FNN、TBS、テレビ、あ、日テレもあったかな、うん、あなんだろう、いろいろありましたね、プライムニュース、報道1930、なんか、いろいろとにかくいっぱいでテレビ出てましたし、新聞も産経朝日、なんだあ、毎日、東京新聞、うんうん、出てましたね。 主要メディアが大体、基本的に。大体、だいだいだい取材は全部来てましたし、うん、まあ報道もそんだけ出てる、時事通信も出てましたね。事前にもあのイリア・ポノマリョフさんのインタビューが出てましたし、フォーラムそのものも報道が出てます。ということで、相当出ました、うんで。さらに終わった後 8月8日、8日、9日にかけてさらにもう1回出たんですけど、動きがあったので、ねえー、なぜかというと、ロシアの外務省からなんと抗議が来ました、モスクワにある日本大使館にロシア外務省から抗議が来たということで、まずこれからちょっと皆さんにお伝えしたいと思いますが、うん、こちらです、ねえー、これも、ね、ネット上にいろいろ出てるんで、えーと、どれご覧になってもあのネットで検索したら出てきますで、とりあえずちょっとこれを出しますが、うん、FNN プライムオンラインということで。はい えー、まあこのイベントの写真ものってます、ね、これは一日目の方のイベントの写真ですね。オ、えーダーマの正面で我々この左側にこの時は映らないように、うん座,っね、座ってます。はい。はい。で、えー、まあ正面の写真なんですが、はい。じゃこれ読んでもらいましょうか。はい。ロシア外務省反ロシア東京集会に反ロシア東京集会ってもうこの言い方がどうなのかっていう問題もあるんだけど、<laughs> まあいやわかりやすいからそうなってんだろう。<ー>はい。まあそうですね。しょうがないですね。はい。ということで。 ロシア外務省は8月1日、東京都内で反ロシアのイベントが開催されたことに対して強く抗議をした、えー。ロシア外務省が7日、公式ウェブサイトで声明を発表したもので、反ロシアのイベントに東京の公式会場を提供したと指摘。日本の国会議員が参加したことも、我が国の内政に干渉しようとする試み以外の何者でもないと強く非難している。 その上で、我々は岸田内閣の同意なしにこのイベントが日本で開かれることはなかっただろう、えー。このような行為は日本政府によって解体された日露の正常な関係のかけらを最終的に破壊する可能性があり、直ちに中止されないればならなります。ちょっと日本語の翻訳がちょっと微妙におかしい気がしまする。なんか我々はちょっとおかしいよ、ね。我々はそう思うっていうことなんかな。でねはい、で最後に。はい 最後に警告に反して挑発が繰り返された場合、日本政府はロシアとの関係における日本の国益に照らし合わせた最も敏感な仕返しを受け入れる準備をすべきだとしている。日本側は当該行事は日本政府が関与して行われたものではなく抗議されること自体受け入れられないと反論したという,、まあ、いうことで、えー、ロシア外務省から激烈な抗議が来たわけですね。 まあ、報復、うん、敏感な仕返しってこれ FNN は翻訳してるけど、まあ、あの報復措置という言葉に翻訳されているものもあります。うん、っていうか、他のはそうなってたな。これ今ね、ち,ょちょっと訳が若干、えー、おかしいけど報復措置にまで言及するほどの激烈な抗議が来たわけなんです。うん、まあ逆に言うとそれぐらい、えー、ロシア外務省が気にするイベントだったということです。ですね、でただ、うん えー、抗議してる内容がね、まあ、ずれてんだな。うん、一言で言うと、もうちょっとましな抗議をしたら、うん、抗議するのはいいんだけど、普通に抗議してくるかと思ったら、そこついてくるかっていうところ、ね、で。まず一番最初はね、ここもちょっと日本語翻訳のおかしいんだけど、うん、えっとね、反ロシアのイベントに東京の公式会場でじゃ、これ何,何が提供したかって、<ー>日本政府が提供したって書いてんだよ。会場が議員会館、ね。 反ロシアのイベントに公式な会場を提供したと言って日本政府を批判してるわけなんですね。で、これね、事実としてね、いや、そのロシアを応援するとかしないとかいう問題じゃなくて、うんうん、そもそも事実として違うからみたいな。で、初日はですね、衆議院第一議員会館を使ってるんですね。で2日目は東京都内の 貸し会議室なんで,すでまあ2日目の東京の貸し会議室はもうか完全に民間の会議室を金出して借りてるわけなんだからもう何の関係ももちろん何の関係もないわけなんだけど日本政府はね、まあ、初日も衆議院議員会館なんですけどこれも日本政府は関係ないわけですよで議員会館使っててなんかこの公的な場所で国会だからなんか政府が関与してるって何かもう,もう思い込んでんのか <laughs> わざともうなんかいちゃもんつけてるのかわかんないんだけど、うん、とにかく間違いですよ。うん、で、議員会館っていうのは、お持ちどり議員の人が使,使う建物なんですね。で、国会議員の事務所もそれぞれ1人当たり1つの部屋があるわけなんですね、議員それぞれごとに。で、衆議院は第1と第2、そして参議院って、まあ、ビルは3つあるわけなんだけど、全部地下でつながってるんですよ。でまあ、そこにあと会議室 で大きな会議室から小さな会議室まで、まあ、いろんな様々あって、まあ、今回はあのー、全部3 0 0 300人ぐらい入る部屋かなで非常に大きな部屋を借りてるんですけどこれ国会議員が、まあ、あのネットで、ねまあ、予約できるんですけどねあのその予約システムがあって空いてる時間空いてる部屋を国会議員が予約するんですね。 でまあ、空いてたら使えるっていうそのまあ早いもの順みたいな形なんですよだから日本政府関係ないんですよ全然、うん、議員がいれば議員が誰か借りてくれればいいわけ、うん、で別にその党も関係ないわけ、うん、その国会議員であれば使えるわけです誰でも、うん、だから日本政府関係ない、うん、でましてね今回この部屋を借りたのは立憲民主党の国会議員なんですよ、うん だから自民党でも公明党でもす与党じゃないわけね。うん、政府側じゃないわけですよ、ね、そう与党の国会議員がなんか借りてやったら、うん、その政府の意向が働いてるんじゃないかと、まあ、まあ言いがかりがつけなく,でなくもないけどこれ、借りての立憲民主党の国会議員なので公開はされてないけど、まあまあまあ、うそういうことなんですよ。うん、なので日本政府関係ないんですよ。 うん、でそれを日本政府が会議の場所を提供したとこもう事実として違うからもうさ恥をかくからやめたがいいとこんな逆に言うと、われわれはその対中国の運動をずっとしてきている中で国,その国会の議員会館というのは何度も使用してるんですよっていうか毎回のように使用してるんですねで中国は一度も一度たりともそういう抗議の仕方をしてきたことはたいです、ね、<laughs> そ,うそれはちょっともう事実が違うからねむしろロシア外務省が恥をかくだけと。まだから、うん ななんかかかか批判のの仕方が難ししったのかもしれない向こう側からするで,で、はい、その上で何岸田内閣の同意なしに、うん、こんなイベントが日本で開かれることはありえないって書いてあるわけよね。うん、いやいやいや日本はね、うん、政府の同意とか必要ないからイベント開くのにね。うん <laughs> <laughs> あなたの国とは違う <laughs> 福田康夫じゃないけどさあなたとは違うんですって <laughs> 言ってもらわないで自由な国なので <laughs> あのまあそういうことでしょうねやっぱ独裁の国からするとうう自分の国の感覚でものを言ってるんだよな志田内閣の同意なしにこのイベントが日本で開かれることはなかったって,っていや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 関係ない関係ないからみたいな。<laughs> はい ね、あのまあまあということでちょっとロシア外務省から激報復措置にまで言及する激烈な抗議が来たんだけどちょっと抗議がずれまくっててちょっとなんかずっこけたみたいなまあまあそういうお話です。で,す、ね、でまああのななんていうかな あのーまあ、ロシアを応援している人もいると思うんですよ、まあ我々の友人にもいます、うん、非常に親しい人、き今日も一人見つけたんだけども、も、うん、そうだねちょっとびっくりしたんだけど。<laughs> 意外だったからねあのー <laughs> 日本人じゃないんですけどね。うん、あの、でし、あの、我々の、まあ、仲間であり、まあ、友人である人でロシアを応援している人、また我々の仲間であり、友人であり、ウクライナを応援している人、いろいろいるでしょうい。いるんです、実際。うん、で、この動画をご覧の方でも、え、あの石井さんたちは反ロなのみたいな感じに思われて、うん、っちなのみたいな,ない、よくありそすね。<laughs> の別に我々は親ウクライナとか反ロシアとかそういう話ではなくて、特にあの戦争に関してどうこうではないんですよ。で、結局、 我々のこの動画をご覧の方はもう全員、たぶんこれは共通してると思うんだけど中国共産党政権からチベット、ウイグル南モンゴル、香港の独立を支援するって我々のこれまでの活動ってのを応援してくれてる人が見てると思うんですよ、たぶんね。まあ、言うなればそれと全く同じなんですよ。ロシアバージョンロシアバージョンなんですよ。ロシアのの支配下の中で実はまあの モンゴル人でいうと、まあ、この南モンゴルのつながりでいうと、ブリアートモンゴルっていうのと、オイラート・カルムイクっていう2つのモンゴル民族の共和国が存在してるんだけどもね、モンゴル人たちがロシア共和国の中に住んでいて、彼らが独立運動をしてるんですよ、モンゴル人が、同じモンゴル人が。だからモンゴルっていうのは、まあ、世界的に見れば独立国家のモンゴル国にいるし、 南モンゴル、中国の支配下にいる南モンゴルにもいるしロシアの支配下にいるブリアートモンゴルとオイラート・カルムイクにもいるわけですよで。それは中国の支配下の南モンゴルの独立を応援するけどロシアの支配下にいるブリアートモンゴルは見捨てるみたいな話はちょっとそれは論理的に成立しないんですよね。うん えー、まあ、そういうい話の流れなんでですよで例えばそのモンゴルでいうとそうなんだけど、まあ、他にもさまざまな100を超える、まあ、200弱と言われてるんですけど多くの少数民族がロシア連邦の中にいてさまざまな独立運動もしくは人権問題、えー、というものを訴えてるでその人たちの声を私たちは支援してるのであってなんか ウクライナがゼレンスキーを応援するとかしないとかね、もう彼らが正しいとか正しくないとか、そういうことには我々関与していない。 関与してないだから、あの我たち,たちに向かってですね、な、うんでウクライナを応援するんだとか言われても、<laughs> 私はそういう問題じゃないからと、もしくはそのアゾフ連隊がとかね、ディープステートがとか、関与してるとか、うんそのま、ウクライナが腐敗してるんだとか、いや、そんなこと興味ないので、うん、あのそういうこといくら説明されても、我々には興味関心外なので、うんあのー、そういうコメントは寄せないでくださいっていう話なんだけどね。うんうん あとは私は個人的にはですよちょっとこの人は分からないですけど私の場合は筑紫野市出身で,でその筑紫野市にあの二日市保養所っていうところがあるんですね。でこれはあのー、戦争終わる頃にソ連兵に強姦とかされた女性たちが本当は不法違法になったんですけれども当時はね堕胎、うん、手術を受けてレイプされて身ももったそのソ連の、ね、敵国の兵士の子供を っってしまったとても恥ずかしいし、そんなことも自分でも許しがたいということで、脱退手術を、ね、麻酔なしですよ、許されてないから、あまあ、な,いないしということですけど、まあ、まあそういう手術が行われていたということで、それの、まあ、水子が、ね、結局殺されてしまうわけですから、まあ、それの慰霊も兼ねての慰霊碑が立っていて、でそういうのが地元にあるから、慰霊祭も行われてますよね。 のね、その終わり頃のソ連のこととかっていうのはすごく重いし。まあ、歴史認識の問題も私個人の場合は絡んでいるので。まあ、そういった一貫したところから、来ているような立場でやってます。まあ、その話をするなら、あの、まあ、僕のね、あの、しょ、うん、に、ね、あの、二日目の英語のスピーチを読んでもら、のね、あの。っていうか、動画を見てもらえば、八分だから、うん、まあ、すぐ見てるので。それを見てから批判してもらいたいけど、私の先祖は、あの。私の先祖はね、父方も母方も福岡県なんですけど。 えー、戦争中戦前は実は父方も母方も満州にいたんです、うん、これは偶然にねで私の父親そのものは満州の生まれなんですよ。 でまあ、私の父方の祖父が、まあ、満鉄の、ね、で働いてたってまあ福岡県の人間ってのはのは、まあ、東京に就職するような感覚で満州に,満州のに就職してる、ね不,思ね、不思議な感覚なんだけど当時,、ねまあ、当時だから、まあ、満州に行って満鉄で就職して満鉄で働いてて、うんまあ、父親はそこで生まれてで終戦の ドくされでソ連が攻めてきた8月9日にねどさくさで侵略してきたわけですよ。うん、その時、まあ、本当に地獄になったわけなんだけど、たまたま父方も母方も生きて帰ってきたんですよ。よ、うん、財産を失ったけど。うん、だから偶然我々私は生,き生まれて生きているわけなんだけど、もうほんのう歴史の偶然でしかなくて、満州で。 大虐殺されてるわけでもうソ連は絶対信用ロシア人は絶対信用しないと思ってますからそれはもう私の家がそういう目にあってるファミリーヒストリーなんですよまあそんな話はねとにかく2日目の英語のスピーチでやってますので動画で見てもらえたらと言いますあそれちょっと個人的なそういう部分含めね。 はいあのー、だと思いますで私の知ってる学生時代から大変お世話になった関東軍の特務大佐、うん、日高先生という方はシベリア抑留を経験されてますしね、まあ、その話も随分聞いてますし、うん、まあまあそれも含めてなんですが、えー、いずれにしろちょっとこのフォーラムについてお話をしていきたいと思いますがフォーラムは2日間行われて、えー、初日と2日目は えー、プログラム的には全く別です、えー、関係ないし企画としても分けて企画されたと思う別です <laughs> で、えー、初日の方はですね随分テレビにも出たし、えーまあね、新聞でも報道されてるしあの岡部義彦先生というウクライナの専門家がモデレーターを務め えー、岡部先生自身が発信されてますのでかなりそちらでご覧になった方も多いと思いますであの、まあ、実際岡部先生が中心になって企画されたっていうことも、まあ、事実ですね、うん、で、えー、なので、まあまあ、その通りなんですけど、うん、まあ日本側からはあ、まあ、岡部先生がモデレーターで、えー、5人の国会議員が出席して、えーまあ、自民党が1人。 えー、立憲が2人、維新が1人、国民民主が1人で5人かな、全部衆議院議員が5人出席しました、で、まあ、その5人がスピーチする、それからあと日本人でスピーチしたのは、あえー、これもあのウクライナの戦争でよくテレビに出る、慶應義塾大学の広瀬陽子教授、それからあ映像作家で、えー、岡田あさんという方。 えがスピーチをしました、日本語から。まず、ね、メインのスピーカーとして。で、まああのー、海外から来た人ということで、まあのー、一番注目を集めたのが、やっぱりイリア・ポノマリョフかな、銃ロシア軍団と、えー、いうことで、えー、こう写真を見せましょうかね。はい、これで見れるかなは国会見学の写真だけど、はいえー、これ始まる前の写真だね。じゃじゃん。え<っ>あ<ー笑> これはの控え室っていうかダウンロードしてうこれ、写真撮ったの、岡部先生が撮ってくれたんだよね。<laughs> うんえー、これ、会った瞬間、最初に撮った写真なんだけど、えーえー、イーリア・ポノマリョフ、まあ、何せ、あのーまあ、いろんな言い方できると思いますね。まあ元ロシア人で、この人はロシア人で、ロシアの元国会議員、下院議員で、えーまあ、今、ウクライナに亡命していて、うんえー、そして、自由ロシア軍団という、まあ、 いろんな言い方ができると思います。ロシア側から言えばテロリストという方もできるだろうし、義勇軍という方もできるでしょうが、うん、まあ実際、ドローン攻撃をモスクワにも仕掛けている、うん、要するにロシアに越境して、えーまあ、要するにロシアとウクライナ戦争というのはウク、ウクライナの領土の中で起きているわけなんだけど、うん、そのロシアの国境を越えてモスクワを攻撃したりしているわけだよね、うん、彼の部隊が。 軍事部門ではなくて政治部門の責任者という立場でやっている人、まあ、この人がまあ一番メインという感じでしょう。はい、そして、えー、これですね。はい、で、イナルシェルプ外相、これがあのチェチェン・イチケリア共和国亡命政府の外務大臣ということなんですね。チ、うんうん、チェチェンイチケリア共和国というのは まああのいわゆるチェチェン武装勢力独立戦争が2回ありましたけど2回の戦争を経て今はなお軍事力を舞台を持ってる実動部隊を持ってる人たちで、まあ、その外務大臣に当たるということですねでこのチェチェンイチケリア共和国はウクライナは国家承認してるんで、ね、独立を認めてるわけなんでねんで実は首相に当たるアフメド・ザカエフ ね、という人が来る,まあ来る予定で、えーうん、実は事前の産経新聞のインタビューで明確に実は出てるんだけど、自分は来日してフォーラムに参加するともうはっきり発言してるし、それ新聞にも載ったわけなんだけど、えー、来日できませんでした、それでこの外務大臣に当たる人が急遽来たわけなんだけど、うんえー、なぜかというと、日本政府がビザを出さなかったから、うんで、このことも産経新聞が報道してますので、公開情報だから言いますが、えー、ビザを出しませんでした、トップに対しては。まああのー 理由は分かりません。理由は公開されてないですからね。まあまあ、それは強烈だからだろうね。やっぱインパクトがちょっとかなり、うん、やっぱりちょっと対ロシアとしては、インパクトが強いと判断したんでしょうね。まあ、ということで、えーまあ、この人が出たと。はい、で、あと、いろんな人たちがですね、えー、まあ、いました。うん、で、えー、まあ、我々も、あのー、ネットでですね、ご覧になったと思いますが。あそう私の後ろ姿です。後ろ姿です <laughs> ここの地図なんかを見るとですね、うん、えこ,うこうやってですね、うん、えこれあ,のまあ主催者のオレグ・マガレツキーという人ですね、うん、この,あの地図ですね、あのロシアが41に分裂した地図なんかを、ねうんうん、背景に、うん、これがあの責任者のオレグ・マガレツキーという人ですね、で、えー、こんな感じで写真を撮っていますが、うん いうことですねで、まあ、この創設者に対するインタビューを私があの紹介してま,ますけど、花田プラスに書いてますので、ぜひ読んでください。うん、で、えー、初日はですね、陽子がこの人の通訳をです、ねえー、やったりしたんですけど、この人はアメリカ人です。うん、ア,メアメリカにいるのかな、うん、元がちょっと複雑ですけど、けど今、アメリカにいる。 はいあのー、もうあの中国バージョンであのゴードン・チャンさんがあの「やがて中国の崩壊が始まる」っていう本を出してますけれどもこの方も。 あのロシアの崩壊という本を書いてます。うん、<laughs> で、さまざ、あ、まな、あ、ウクライナ語もそうですけど、それぞれ海外の、ね、言語に訳されているんですけど、まだ日本語は、ね、まだ出てない状態なんですけれども、まあ、いかにロシアがプロパガンダを広げているかとか、あそしてどうやって対処していくべきかみたいな、なんかそういう,う政策提言とかもされてるみたいです。すごい気さくないい方でした。気さくな人だよね、うん この人だけロシア語ができないとそうなんでねでも結局できたんですよね聞く方はできて初日はロシア語メインで日本語の通訳ありでナザレンコさんこれもテレビとかも画面出てるし本人も書いてるから言っていいと思うんだけどナザレンコさんね ナザレンコさんが通訳ををして、背高いねってどうでもいいけど、あのなんかツイッターのイメージとちょっと違ったね。違うだね。うんうんうん、高青年でしたね。ツイッターではね結構で激しいやつやってるけどね。でナザレンコさんが通訳でまあロシア語と日本語。でちなみに二日目は私がさっき言ったように英語のスピーチだったっていうように英語メインで通訳なし。 の、だから英語みんな英語でやるっていう約束だったんだけど、うん、結構ロシア語飛び交ってましたね。まあ外ロシア語飛び交ったし、<laughs> 最後はなんか日本語と中国、<は>日,本日本語出てきた最後。いや中国語も出てきたからさ。あそうだね、そう,だ、ね、もうわけわかんないわけ。アジアが最後出てきたのね、うん。わけわかんなくなっちゃったんだけど、はい、あのっていうような感じでしたね。はい。土<の>日もあなたとあなたのスピーチのところらんがありましたね。えー、石井博俊さんが喋っているのがどっかあるはずなんですけど。 うん、あここで今言ったように、ねはい、初日はロシア語メインなんだけど。お <coughs> どうやってやってたかっていうと、まあ、あの私の名前,、ね、名前のプレートもあってねそこにあの出てるんですけど、うんはい、でその横には実はグレンコさんがいらっしゃるんでグレンコさんで結構2人でずっと、うん、グレンコさん2日間参加してグレンコさんは2日目に、ね、ロシア語でスピーチをして、まあ、一部日本語前でだからグレンコさんのスピーチも え動画見れますので、うん、あのすごく大事なこと言ってました、うん、でロシア語は皆さんわかんないと思うけど日本語でロシア語でずーっと話して、うん、そのあねロシア語で15分ぐらい話して最後に5分ぐらい日本語で話してるんで、うん、時間が押したので全部役立つロシア語で話してるとこを見てあのギブアップせずに最後まで見てくれたら日本語が話してるっていう、うん、まああのだからそのイベントの公式チャンネルに動画が上がってます,てますアーカイブがで初日はあの繰り返しますけどお 会場でイベントやっただけなんですけど、うん、で、2、3日前に動画も出たけどね、うん、で、あの2日目は YouTube でオンライン中継される形で、うん、あのそれを見てる人たちがいっぱいいるっていうようなやり方だったんですね。で、えー、もう一度初日の話に戻しますけど、ヨーコがさっき私のスピーチ出してましたけど、うんまあ えー、日本語が国会議員と広瀬先生と岡田さんという方、うん、で、えー、海外組はロシアからの独立を求めている人たちさっき言ったイリア・あポノマリョフとシェリプ外務大臣がまあ一番有名な人たちなんだけど、うんまあ、あとロシアからの独立を求めている各民族それにヨーコが通訳をした。あのー シンクタンククタの代表アメリカ在住であった後ドイツ在住のシンクタンクの人まあ、欧米系のシンクタンクの人もスピーチをして一旦休憩、うん、そして後半に入る冒頭があの全体に対するコメント前半部分であった行われたスピーチに対する公表コメントをやってくれっていうふうに言われてて。あの 僕はね、最初に質問をするパネリストに僕は質疑応答で質問すればいいのかなと思ったら、うん、休み時間に岡部先生からいや全体へのコメント、公表お願いしますえ、うん、えーっと思っ,、うん、思ったんだけど、ののね、あので、まあまあ、公表を話したんだけど、うん、あの全体の公表を僕の方から話すという形になりました。はい、で、自分の話をする前にね、休み時間にあの維新のね、 あの国会議員5人参加したんだけど、うん、維新の国会議員で参加された和田雄一郎先生っていう方モンゴルの話の時にちょっと写真を出したんじゃないかなと思いますすごくまあ保守系で、うん、あの尖閣諸島にも上陸したことがあるっていう、まあ、市議権議の叩き上げ、うん、バリバリの方保守ですよね、うん、ガチガチの保守派ですよね。うん で台湾の問題で国会、うん、答弁あの質疑とかもやったりもしてるし、うん、あのかなりね、そういう中国の問題、うん、えとか、も熱心にやっててる熱心熱心そして<で>あのすごい腰が低いで、この方が休み時間と雑談してたら、うん、一つ話忘れたんだよ、明石元次郎大佐のことを言おうと思ったら、言い忘れたとか言って、じゃあそれ僕が話しますよとか言って、<laughs> ま,ずまずその話をちょっとして。まあ、あの これはみんな結構真剣に聞いてくれたよね、日本はねロシアに、ね、かつて戦争で勝ったんですよと。うん、でそれは、えー、陸軍と海軍が、まあ、勝利してもちろん勝ったんだけど陸軍海軍の勝利だけではなくて実は明石元次郎大佐というのが、うん、ロシアのお内部かく乱工作を行ってこれによって、あのー、お陸軍海軍が勝つだけじゃなくて内部かく乱工作がう成功して、まあ、それで総合的に日本は。 あの処理になったんだという話をしてだからこのフォーラムっていうのもねそ,のそういう意味での位置づけがあるんだろうというふうに思うっていうような話をまあ,あのしたんですね非常に興味深くく聞いてで、ね、まあもう一点私のスピーチで指摘したのはこれ2日目でも話同じ話をしたんだけどあの中国の問題ね、うん、でこれはあのこれもね誰もフォーラムで言わなかった他の人言わなかったんだよね。 だから、あのー、私が言ったんだけど、うんうん、結局、ロシアの分裂崩壊はいいと、うんうん、それを望むとさ皆さんが望むと頑張るとさ結構なんだけどその中国の問題が日本にとっては一番大事な問題なんだとでロシアが分裂し弱体化もしくは弱体化した結果中国が強くなると、うん、これは絶対に認められないと、うん、でこれは絶対に避けなければいけないともう日本にとっては最悪だと。 あくまでも中国をどう対応するか封じ込めるかということが戦略として明確に事前に考えられておく必要があると今日はもう話が長くなるのでしないけどもそこを抜きにしてロシアの分裂ということはありえないしそれを抜きにしたら応援できないと。 いうこととままでそれは明確に言っててす日日本本人人しの立場からだからヨーロッパの立場からすればロシアが分裂すればねロシアが弱体化してハッピーで終わるれが目的だから。ね自分なのでウクライナもハッピーだろうしヨーロッパもハッピーだろうけどその結果中国が強くなったらアジアどうなるんだなね話にならんわけだからそれはもうより悪くアジアの状況になるわけなんで東側のことも考えてねそれは絶対に認められないということを明確に発言してます。 でまあ最終的にですね東京宣言これが正面に座ってきたちなんだけど東京宣言という形で三つのですね文書をまあこれそのうちあのこれを発表したらあのいろいろこうした方がいいああした方がいいという議論になってえちょっとこれこれはその叩き台だね叩き台ですねだから事前に配られてた分ですはいでそれはあのウクライナフォルムっていうあのニュースニュースサイえ サイトは全部1から3まで報道してますけど、確かしてたと思いますが、だからネット上でも出てきます。で、最終的にサインをして発表されたということになってます。で、ポイントはですね、あの北方領土が、まあ、ロシアによって不法に占拠された北方領土という表現がされた文書なんですけど、その文書にロシアの元国会議員、それからロシアからの独立を求めるロシアの各諸民族が、 サインをしてているっまあこれはあのもちろん歴史的に初めてなので、まあ、そこに意義があったんじゃないかってことを岡部先生が言ってましたけどもうん、うん、それはまあ確かにそうだろうと思います、うん、あのスピーカーの中にはねカラフトとかまで返せとあの、うん、カラフトと千島列島も全部日本に返すべきだというふうに言ってる民族というか、うん、もうほとんどですねです。はい いう状況でもありますが、まあ、それが実現性があるかどうかは別として、うんまあ、だからロシアがこんだけおかしいよとかねうい,うういうことを言ってるるということです、ねうん。で、結局ほらあの、日本に対しても同様に問題がある国なんだっていうことを主張してくれたというところですね。うん、で、結論的に言えばですね、あのロシアが今すぐ41に分裂するとか、分裂したら大変なことになるじゃないか、それは全くその通りで、急に分裂することもないし、うんえー、しかし、 実際にこういう運動があるわけですよ。うん、で、それは、えー、認識しておかなければいけない、もう見て見ぬふりはできない現実として存在してて、うん、しかも、これ前の動画で話してますけど、去年の5月にスタートして、わずか1年で世界中でこれだけ展開してきて、んです今回第7回目なんですね、えー。ポーランド、チェコ、ポーランド、スウェーデン、 それからベルギーの EU 議会でやってるんですね。うん、そしてアメ,アメリカではハドソン研究所でやってます。うん、で、今回日本が同じくやっぱ国会議会でやってるということで、うん、このあとさらに来月9月に入るとロンドンとパリ、そして10月には中東ですね、イスラエルとどこでアラブ首長国連邦であるって言ってたかな。うん、で、12月だったからもう一回ドイツ。 と、うん、ということでもうこでも世界一周ですよ、ね、ほぼ2ヶ月に1回ぐらいのペースで世界中を回り世界の主要なメディア、うん、または主要な政治家たちにこのロシアの分裂という問題ロシアの一、うんうん、つの可能性について問題提起をするという運動が大々的に展開されているはっきり言ってこれはもう私の私の個人的な見解としてはこれは、まあ、ウクライナ政府側の うんえー、情報戦だと思います、うん、背後にはね、うん、だけどもちろんロウクライナ政府の意図としてはそういう実際にロシアと戦争してる中での情報戦という意図があるだろうけどもうでもそれは各民族の立場からすればそれはある意味で絶好のチャンスとして利用してるわけなんですよね。彼ら別にその ウクライナ人ではないわけなんだから、うん、そのウクライナのうこうということではなくて。結局自分の民族とか自国に対してメリットがあるかどうかの話。うん、で、ね、まさにロシア帝国時代も含めて、うん、ソ連時代、ロシア帝国時代も含めて、300年にわたってロシアに支配されてきて、えー、絶好の独立のチャンスが300年来の独立のチャンスが来たということで、今、独立闘争を仕掛けようとしている。 民族が多数いると、うん、で運動の実態を伴っているところ伴っていないところ、えー、武力実力部隊を持っているところを持っていないところこれはさまざまレベルはもうバラバラです、うん、ぐちゃぐちゃです、えー、だけどそういう人たちがいるということを前提に我々は国際情勢を見ないと、うん、いやプーチンが好きだからとにかくロシアは繁栄してほしいと願望で見ていてもしょうがないし。 いやもうウクライナを応援してるからもうウクライナが勝って、えー、じゃあその後どうなるのってことも考えておかないといけないしだから進ロ派だろうが新ウクライナ派だろうがとにかくこういう運動があるってことをまず知っておいてほしいということは、うん、まあ皆さんに伝えたいところなんですね。うん、えっとこの写真はですね私が感謝状をもらったところの写真ですね。今回のフォーラム開催にあたって貢献した人への感謝状ということで、うん、感謝状をもらいました。 と、はい、いう,ことですうーまああのー、これからねこのこれまだ続きますよはっきり言って、うん、ーのーっていうか大きくなる小さくなることはないないですね,ねないですだからまあ是あ非注目しておいた方がいいんではないかなと思います、うん、でもう一度繰り返し最初の方で言いましたけど、えー、中国共産党独裁政権からの独立を求めるチベット人ウイグル人モンゴル人、うん、香港人がいるように ロシア連邦からのロシア帝国からの独立を求める民族たちがいるという事実が存在していますのでじゃあその問題をどう考えるかということはですね、うん、やっぱり考えないといけない結局政治って何がどう展開するか本当はあの一寸先は闇ってよく言いますけれども分からないので結局日本にいる日本人としては我が国を守るために どうう立ち回っったらいいいののかっていうのを考えないといいとけななですよね、うん、なので、じゃあこう41に分裂させようって思ってる勢力がいるっていうことは、まあ、それが全くないとは言い切れないわけですよ、やっぱり政治って何が起きるか分からないので、うん、なので準備しときましょうねと。 で私とか例えばあのもう2015年16年の時はトランプさんの応援してましたけれども後からみんながね理解して「アトランプさんはーい」って「頑張れ」って言ってたけど私が最初に声を上げた時って日本人全く準備できてなかったんですね。 いやだから言ってたんですいやこうなるよってトランプさんのね動ききてるよ、まあ、だから日本はねこ何も対応しなくてねトランプさん仮に大統領になったらあなた対応できんのっていうことを雑誌に書かせてもらったりしてたわけです正論にね。だから今も結局41に分裂する、まあ、41とはいかなくても分裂する。 部分とか独立する勢力が出てくるかもしれない、もしくはその辺でどんどん清争が起きるかもしれないいう時きに、まあ、ウクライナの、ね、現地に行って、訓練している民族とかもいるわけですから、何が起きるか分かんないので、じゃあ、日本はその時にねこに他国がヨーロッパ諸国とかも巻き込まれていく中で、じゃあ、日本はどうするのっていうね、えー、関連してくるので、やっぱり考えていかないといけないなと。 思っ特にあのーカサス、北コーサス、チェチェンを中心にあのさっき、さっき紹介しましたけど、チェチェンの外務大臣が来てたって言いましたけど、チェチェンは2度の独立戦争、ロシアとチミドロの戦争をやってます。 過去20年間で30万人の市民が殺されたと、まあ、空爆とかでめちゃめちゃやられてるわけなんだけど、えー、っていうふうに言われてますけど、うん、もう1回立ち上がる準備はできているっていうか実際に軍,軍,軍の部隊を持ってて今逆にウクライナと完全に組んでるのでウクライナの中に軍事基地を持っててあのウクライナ軍と一緒に戦争してて、うん、いうような状況なので,で、うん、さらにあの訓練を吊していると。で 当時、独立戦争をやってた人たちの生き残りもいるけどあの若,いあの若い人たちで、あのー、実戦経験がない人たちの格好の軍事訓練実戦経験を積ませる場としてのロシア・ウクライナ戦争っていう彼らの位置づけがやっぱあるわけですよね。うん、でだから、これロシアとウクライナ戦争がどうなるかその流れの中で北高ーカサ地方っていうところのチェチェン紛争がもう一度起きる可能性ってかなり高いわけなんですよ。うんすね、かなり高いわけですよ実際問題。 でそうなるとどうするのか、うん、どうなるのかということはやっぱもう考えとかないとありとあらゆるシナ,、ね、シナリオを考えとかないといけない41年まで分裂するとまではさすがに私は思わないんだけど、うん、あの部分的な分裂部分的な崩壊ということはありえるもしくはロシアの内戦ということがさらに続いてウクライナの戦争が終わったとしても内戦が続いていくという可能性は、うん 非常に高いというふうに思うので、だってほらそこを見とかないといけませんよっていうことを問題提起してるわけですよ。<で>あ<の>スピーカーの皆さんがところどころ言ってたのが、結局ソ連だって崩壊するとはみんな思ってなかったわけですよ。でもしたんですよ。で、うん、独立とかも起きたわけなので、うん、何が起きるか分からない、ね、ロシアから独立するっていうことがないとは言えないということですよね。という感じですで。ですので、えーうん、ぜひこの情報は注目しておいてもらいたいなと。うんえー、で あの私の「羽田プラス」の原稿まだ読まれてない方はぜひ読んでもらいたいし、えー、前の動画を見てない方はぜひご覧になっていただけたらというふうに思います。はい、えまだまだですね、えー、これ日本で追ってる人たちっていうのがあの中に入ってる人たちっていうのがまあほぼいない。 うんうん、で日本で応援してる人たちもるってか参加した人たちも数えるほどだし、ねうん、結構ごちゃ混ぜですはっきり言うとそうあのでみんな共通認識がやっぱりその右左とかもごちゃ混ぜなんですよ、ね、<laughs> 右左もごちゃ混ぜ、うんまあ、はっきり私なんかね右派系の人とか言われたからね右派 <laughs> 系の人だけど話はできるとか言,ってなんかなんか言われてんではないだから、まあ, <laughs> あはいはい右です <laughs> みたいなね もうだから何の状態なんですよね。この目的があって協力しましょうということなので、うん、そういうところで認識を同じくして頑張ってます。はい。はい、で、まあの、見ていかなければいけませんよということですね。はい。そのいでしょういうことですかね。じゃあ終わりに、えー。ということで、あのー、まあ、あのう、はい。はい、まあもしよければですね、あのー、私たち自腹でやっておりますので、この不景気の中。 <laughs> もし、本当ちょっとでも、ご支援いただけると、幸いでございます。使い道はですね、完全に交通費です。はい。はい。二人分の。ええ、はい、あの、東京都何度も往復したり、うん、ホテル代とかの、完全に交通費です。はい。です、うん。ので、えー、ぜひ、よろしくお願いします。お願いします。はい。はい、まあ、だから、ロシアだけではなく。 中国の問題もね、引き続きもちろん同時並行でやっておりまして、だからそのためにも東京にしょっちゅう行ってるんですよね、我々毎月のように東京に行っていて、でそこはもう全部自腹で活動しておりますので、もしよろしければご協力いただきまあ,あの,そこあの今、動画をご覧になってもらえば分かりますけど、最新のがさっきから言ってる英語のスピーチ、1>, うんうん、1個前がそのロシアのフォーラムについての説明ですけど、その前の2つは、ですね海外警察よりひどい中国による拉致、うん、それとムンヘバイルさんの件というのは、これ、 モモンンゴゴルル国と南モンゴルの話でこれ中国の問題ですでこれ実はね結局あのまあさっきからずっとしつこく話したけど独立国家のモンゴル国の下に下南に中国の支配下にある南モンゴルがあるわけなんだけど地図見てもらうと分かるんですけどこの独立国家のすぐ頭の上に北側にロシアの支配下にいるブリアートモンゴル。 ブリアドモンゴル人が、まあ、結局本来は全部一つのモンゴルだったのが分かりやすいのはねおそらくですね皆さん見たことあると思うけど戦後間際の時の,その日本をどう統括するかっていう地図があって <laughs> なんかあの上日本の上半分と下半分を真っ二つに切って上がロシアで下がアメリカじゃないですけどそう言ってねやるような発想があったように。 現に起きちゃったのがモンゴルなんですよね、うん、北と南で民族が分断されたでそれからロシア帝国あロシアじゃないや、えー、とモンゴル帝国がかつてね一番歴史上最大の帝国ありましたけれどもその名残で結局 帝国全部にモンゴル人がいたわけだからそこの末裔とかがいるわけですねでだから、まあ、今となっては散らばっているものですけどもかつてはそこにみんないたっていうで名残があるからこその民族問題とかが発生しているということで、うん、全部歴史とつながっている現状があるということでございます。うんはい あのー、ぜひです、ねあのーまあ、近々です、ねあの、花田プラスにまた私の次の原稿もまた、うんでまあ、このロシアフォーラムについてのおものもまた出ますので続編も出ますので、まあ、それもご覧いただけたらと思いますが <laughs>、あのー、動画もですねご覧いただけたらと思います。はいはい いいううこととでちょっと話し足りないようなよ気分をしますけれども,も長く説明しだしたらどんだけでもできるんでね、うん、あのちょっともうこれ以上切りがないと思いますので、うん、もし皆さんがですねこういうのに触れてもらいたいとかなんか質問とかあればあの寄せてもらえばと思います。うん、まあ同時にですけど、まあ、お断りをしておくとそのもう結論ありきのものを言われてもこっちもこっちの立場があるので難しいので、まあ、そこはあのまあお互い立場違うねと。 ういうことで。で、立場が違う場合は、ちなみに、私はいろんな仲間がいるので、それこそ、ここでは協力するけど、ここではできないみたいな仲間がたくさんいます。で、私の個人的な考えでは、その政治はさっき言ったように、どう転ぶかわからないので、その様々な考えを持つ人が、この日本の国内にいるということが大事だと思うんですよ。様々な受け皿になって、で、こことここでは、だから、彼、あの、 海外から見たときに、あこういう日本人がいるって思われることがプラスになることってよくあるので、まあ、皆さんそれぞれがね、<laughs> それぞれの場所でやるのが一番じゃないかなと思っておりますたが、われわれの活動において、なんか質問とかあ、もっと知りたいとかいうことがあれば、お寄せいただければと思います。ということで、この辺ででよろしいでしいょうか引き続き応援よろしくお願,しお,お願いします。ということで、では本日はご清聴どうもありがとうございました。またお目にかかります。 Like sheep who feed, hurt it easy You don't wanna be fast asleep when they scheme you Better stand tall, ready for a fight, believe me when they trap the chains, you can say no, free me